テレビ東<ズ>京これより池上明の参院選ライブ記者会見を始めます。と進行は私テレビ東京総合プロモーション部の陳が務めさせていただきます。とまずは今回の番組の見どころをメインキャスターを務める池上さんと大江さんからご紹介します。それではお願いします。はいはい、ではよろしくお願いいたします。ああます池上さん、はい、もうテレビ東京の選挙特番 池上さんにお世話になるの何回目かもよく覚えていないくらい <laughs> もうななななんんか変わり映えがしいいでですすね <laughs> そんなことはないです、はい、毎回、池上さんが今回はどういう問題意識を持って臨まれているのかというのを楽しみにしているんですけれども今回の参院選、えー、な見どころはですねたくさんあるんですよ、また。 あの私も毎回楽しみにしているんですが、池上さんと政治家たちとの忖度なしの緊張感あふれる中継、今回はどういう心意気で臨まれますかままだ何も考えてません,ん<ー>やはりこれから、ね、7月10日までに、あの国内の情勢も国際情勢も大きくか動くでしょ、おっしあるいは物価高がどうなるんだろうか、円安がどうなるんだろうかと、はい、やっぱり7月10日時点で、やっぱり本当にみんながこう心配している気にかけている。 ことをまあと、えー、を考えながら、うんうん、いろいろ聞いていこうかなっってて今思ってますけどね,ですね確かに各党が政策パンフレットを作っていた頃というのは結構、ウクライナ侵攻というのが、はい、あの世間でもメインテーマだったような気がするんですけど最近はこの物価高に注目が移っているような感じもしますよね、まあ、もちろんウクライナ情勢で、あるいはそれを巡ってのこ安全保障という話もちろんそれは議論としてあるわけですけど。はい やはり本当に日頃の私たちの身の回りであこれも値上がりした、これも値上がりした、うん、特に7月1日からこの値上げというのはまたどっと出ますからそれはやっぱりり気になりますよね、はい、そしてテレ東名物候補者プロフィール本番ぎりぎりまで今回も練り込むと。 もうあのスタッフが作ってくれたたたき台というのが、実はプロフィールありまして、はい、それをまたじっくり見ながら、もう少しなんか毒を入れた方がいいんじゃないかとか、毒 <laughs> なことをこれから相談して作っていこうと思ってますけどね、はい、ですから、まだまだ本当に直前まで考え、みんなの知恵を出し合うところですね、プロフィールはね本当にスタッフみんなでね、ああでもない、こうでもないと言って、思いもよらない案が出てきたりしますから楽しみです、これも。 さらにはですね、今回は官邸キャップの篠原記者、そしてニュースモーニングサテライトキャスターの豊島キャスターも参戦しまして、切り込み力、そして解説力がこれまで以上にパワーアップすするとということですね。テレビ東京で最もおしゃべりな2人の記者です。<laughs> <laughs> <laughs> 間違いないいななでででです。すすネット配信でというかか人人大変気そね。えーはい でも生放送で一応あの地上波って時間決まってますから本当に <laughs> そ,、ね、そこはよろしくお願いしますネット配信は、ね、いくらしゃべってもいいけど、ねね <laughs> はい、いつも20分とか30分、40分もしゃべってますけどうわちょっとほどほどにしてくそこちょっと懸案事項かもしれません。<laughs> そして18歳を迎えました福君と池上さん初共演ということで今回は鈴木福さんに加わっていただきます直球質問に池上さんがどう解説するかここも見どころですねもう18歳大人だもんねそうですね成人になりましたはいあそうですよ早いよな <laughs>、ね、成人ならではのやっぱり思いのあるでしょう。うん そうですねあのまだまだ分からないことだったりとか、まあ、あとは、ここから7、うん、月10日までに向けていろいろ勉強していく上で気になるところなんかを質問できたらなと思ってます、はいね、当日もどんどん、ねはい、思いついたとかいう疑問をぶつけてくください、ねはい<で>よろししお願いします私が答えられなかったらの後ろに回します <laughs> 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 そして新たに登場しますのが永田町クイズです。 家族で楽しめる選挙特番を目指すということですね。どんなクイズになるか、私もまだ知りません。<お>はい。そうですか。ここもまだまだ寝る、はい、寝ている最中ということですね。はいうん、ただ、家族で楽しめるというのは、ずっとテレビ東京の選挙特番の、まあ、軸になっているテーマですよね。うんはい、そうですよね。はい、というか、本当にみ、あの、皆さんでご覧いただきたいし、やっぱりできればね。 投票に行って、えーえー、さあ自分が投票した、えー、候補者あるいは政党はどうなっているのかなと家族一緒にご覧いただきたいなと思いますよね、うん、そうですね、はい、さらに参議院選挙の謎、えー、そ政治のからくりの一挙公開というのがありますねはい。これはからくりも今回はいい <laughs> はい。ええー、当日のお楽しみということで、はい、なんかですね やはりあまり手の内を明かしすぎるのもというのもありまして今回あの皆様に集まっていただいているんですがどこまで話していいのか我々も探り探りみたいなところがありますねさらに生活は給料はどうなる選挙結果を受けて経済トークも展開していくということですねここは特にね、あの特に経済報道が、えーまあ まあ得意というか、テレビ東京らしさが出てくるんだろうと思いますよ、はい、うそうなるべく、はいはい、ワールドビジネスサテライト。いつもやってますでしょ。頑張りますそして え今回は事前の選挙報道にも全力で力を入れています、えー。前日特番ですとか配信、こうしたものに私たちも出演して盛り上げていこうと思っていますので、前日特番も注目していただきたいですね。これは。あのよくねテレビ東京の選挙特番を<え>あのやると。 もっとその前からやってほしかったとか <laughs>、はい、前から知りたかったって声がいっぱいあるので、今回はやっぱりちょっと、ね、えー、前の日に、えー、新たに特番をしたり、えー、あるいはネットでいろんな配信をしたりということで、えー、まあ選挙の前にいろんな情報を知っていただければなと思ってまますすよね、はい、よねろししくお願いいたしますそして、経済動画サイト、テレ東ビズでは、学生向けのハッシュタグ。 池上選挙を見て投票しようキャンペーンを実施しますこれはね、特に俺18歳になったばっかりの学生諸君、やっぱり素朴な疑問というのはあったり。 教科書には出ていない、だけど、本当のところどうなのとか、それぞれの若,若い人ならではのこう提案というのがあったりして、それにこうお答えできればなと思ってまき、ね、そうですね今日早速配信しますからね、福さんと同じ年代の方がどういう疑問を持っているのかというのを、これを明らかにしていきたいと思ってそして、もう一つあるじゃないですか<お> <laughs> ん、テレビ東京がこれまで全国ネットを装ってた話というのが。<laughs> これまでのやっぱり選挙特番やっとね、はい、その後あのテレ東がこう見られない地域に行くと、ですねなんか選挙特番って面白かったそうですが、見られなくてって言われたんですけど、<laughs> ついに TVer で、はい、全国で見て、<laughs> 皆さんに見ていただけるという、はいはい、そこは重要ですよね。重要ですよ<ー>、はい、やっと 全国区っぽくなりましたね。<laughs> よかった。じゃなくて全国<あ>全国ネット全国ネットになるんです、はいはい。これまでもなんとなくそう思ってたんですけど、<laughs> はい、違ってましたね。<laughs> <laughs> 続いて番組への意気込みを、えー、登壇者お一人ずつお話しさせていただきます池上さんには最後にお聞きしますのでままずは大江さんからお願いいたします、はいえー、今回も池上さんの隣で司会進行を務めることになりましたテレビ東京報道局の大江真理子と申ししますよろしくお願いいたします。 あの毎回ですね池上さんの横に立っていて思っているのが池上さんがこの選挙特番の中で、えー、問題意識として出されたことというのがその後日本にとって大きな課題そしてテーマになっていくんだということです。ですので選挙の結果だけではなくって日本というのがこれからどういう方向に向かっていくのかなその向かっていく方向にどんな障害があるのかなというのも分かるような、えー そんな番組にしていきたいと思っていますので、ぜひ皆さん一緒に日本についても学んでいきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ますじゃ続いて鈴木福さんお願いします。はい、えー。そうですね。僕自身も今年選挙権を得て、えー、初の国政選挙への参加というふうになるんですけど、まあ僕と同じく18歳で選挙権を得たりとか。 あとは選挙権を持っていてもまだ投票していないっていう人たちでたくさんいると思うので、まあ、そんな方々に前日の番組だったりとかも含めて、えー、どういうところに投票したらいいのかとかで、まあ、投票した方々がどうな今後日本が高校が当選したらどうなっていくっていうのを木上さんに教えていただきながら僕もあの、まあ、皆さんと同じ立場になって若い立場として何かできることがあればなと思って。 頑張りますので、はい、ぜひ皆さん、えー、見ていただいて、でそれまでにね何かあの質問とかこういうことがあったらいいっていうのを多分僕も SNS やっているので、そういうところでなんか意見を聞けたらなと思っています。はい、頑張ります。ありがとうございます。じゃ続いて大浜さんお願いいたします、はい。テレビ東京の大浜平太郎です。よろしくお願いします。えっ、ー、と今回も私は速報担当ということになります。 開票速報はもちろんなんですけれども随時入ってくるニュース速報もですね担当してお伝えしてまいります前回の,あの衆議院選挙には鉄道内で殺傷事件が起きてえ緊張した中で選挙特番なんですけれどもそういったニュースをお伝えするという機会もありましたあの私自身はですね選挙のたんびに自分の興味っていうのがその都度テーマも含めて変わってくるんですけど今回はあの物価高ももちろんですけど私はエネルギー政策にとても注目しています。 まあ、あの実際あの、各政党がです、ね、どれだけ議論してあの討論しているかというのは疑問もあるんですけれども当日、池上さんからもおそらく厳しい質問というのがどんどん政治家に向けて飛んでいくというふうに思いますので今回の選挙,選挙結果がこれからのエネルギー政策にどんな影響を及ぼすのかなというのも見ていきたいなというふうに思っていままますすすよろしししくおお願願いいいいありがとうございますじゃあ続いて篠原さんお願いします。はい テレビ東京官邸キャップの篠原博明と申します、まあ、普段はあの総理大臣の記者会見で質問したりです、ね、あのまあ政治の最前線でまあ取材をしておりまして、えー、明日からもですね岸田総理の,の G7 サミットまた NATO 首脳会議の外遊に同行して取材してきます、まあ、そういう政治の最前線の,ですねこの感覚とか面白さをですねスタジオでも伝えることができたらと思っていますあの池上さんのすごいところというのはもちろん 家族でも楽しめるそういう解説ができるんですけどもそれ以上にーが見てもなるほどと思えるところがあるので <laughs> 私も現場の記者ならではの通なところを家族の皆さんに伝えられるように、えー、お伝えできればというふうに思っております話長くなるんですが1つだけ言わせてください小さい頃、児童劇団に入ってまして <laughs> あの実は池上さんの「週刊子どもニュース」の子どもキャスターの話があったんですよ。 あったんですけど、私ね、日曜日に四谷大塚の教室に通っていて。行けなかったんですよね。それが今回も、あの三十年以上の時を経て、こうやってご一緒できるっていうのが僕の中ではすごく嬉しくてですね。個人的なことなんですけれども、よろしくお願いいたします。本当に個人的なことでしたね。四谷大塚に通ってたんですね。その慣れの果てがこれです。かすいません。ありがとうございます。 続いて豊島さんお願いします。えっと今回ですね、えっと現場レポートそしてスタジオ解説を担当しますモーニングサテライトの豊島晋作と言います。あのやはり池上さんとの関係というとやっぱ池上さんが持ってらっしゃる毒というか。 あととそれとこう本当恐縮ない言い方ですけどちょっと性格の悪さという感じで <laughs> そういったところをこう,うまく盛り上げて番組の面白さにつなげていくというのがやっぱ仕事かなというふうふに思ってましてあのちょっっとやっぱ篠原さんよりちょっと短くしゃべらなきゃと思うんですけれども普段やっぱ YouTube とかデジタルのテレ,ビテレ東ビズというアプリとか YouTube チャンネルでやってるんですけどやっぱ YouTube でやってることが地上波では通用しなかったりまあ地上波で,あることでやってることが YouTube で通用しなかったりとかいろんなことが感じるのでなるべくそのデジタルでの発信と地上波での発信 それを両方どうこう両立させるのか、どこにこう面白い点を見出していくのかなっていうのをやっぱり意識しながらやってみたいなと思っています。特に自分はあの年齢がだいたい40もう40代ぐらいですので、ちょうどに日本の人口動態の真ん中ぐらいにいまして、こうやっぱりこう上の世代と下の世代をこうつなぐようなまあどちらかというと将来世代のことを考えた政策ですとか、そういったことに焦点を絞って話していければなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて片淵さんお願いします。はい。 テレビ東京アナウンサーの片淵あと申しますどうぞよろしくお願いいたします当日は中継のリポートを担当させていただきますあの新型コロナも少し落ち着いてきて今回も久しぶりにリアルでの記者会見ができているんですけれども今回の,あの中継先でもやはり現場でも少しずつ関係者の数が増えていたりとか現場でしか感じられないような空気感熱狂感というものがあると思いますのでそういったものをリアルに 臨場感を持って伝えられるといいなと思っています。あとは先日池上さんと一緒に沖縄にロケにも行かせていただきました。うん、ちょっと沖縄の方にはあテレビ東京です。って言うとあ映らないんだよって言われたんですけど、<laughs> 今回は tver で見られます。っていう番宣ができたのもちょっと嬉しかったですね。ですので、今回その沖縄では。まあ、この選挙と深。深く 深く関わりのある話題について取材をしていましてそこも池上さんがすごく分かりやすく解説をしてくださっているので選挙権を得たばかりの若い方もそういった VTR は特に分かりやすく見られる内容になっているのかなと思いますのでこちらもぜひご注目くださいいいいいいよろしししくおお願願いいたままますすすありがとうございます続いて門谷さんお願いしますはい。 テレビ東京アナウンサーの角谷明子と申します。あの、今回は、私は、あの、前回の衆院選の特番と引き続いて、スタジオ進行のお手伝いを担当させていただきます。あの、七月十日当日もそうなんですけれども、先ほど池上さんからお話にもありましたように。池上特番、もっと前に見たかったという声にお答えして。事前のいろいろな政策も打っておりまして。あの、七月十日の前日に行われます。直前スペシャルという前日特番。も 放送しますで私はそれを池上さんと一緒に担当させていただくんですけれどもあのもっと選挙の中身を知って。 で明日投票に行きたいと思ってもらえるような内容の特番をお届けしようと思っておりますのででさらに私今20代なんですが若者がもっと投票に行きたいと思えるような内容でお送りしていこうと思っておりますのでぜひその選挙の前の事前のいろんな内容も皆さんにご覧いただけたらと思っておりますそして7月10日当日もどうぞあのご覧いただきまして皆さんと一緒に視聴者の皆さんと一緒に選挙の行方を見守っていけたらと思っておりますどうぞ よろしくお願いいたします。 ちょっと演説た片吉さんと門谷さんはこうして会見で取材を受ける側になるのが初めてなんですってそうそうそうもう今やっと言い終わったと思ってほっとしてるのに、緊張しちゃって、<laughs> 取材されるのってこんなに緊張するんです、ね、びっくりしまし,た <laughs> しかも、こうして会見場に記者の皆様に来ていただくというのが2年半ぶりぐらいだということですからね。 それでは最後に池上さんから意気込みのの方をお願いいたしますあの選挙って何だろうって改めて考えるとですねこのところ世界の中では権威主義的な政権がだんだん増えてきてそもそも選挙ができないというそういう国もあるわけですよね。あるいは 形ばかりに選挙はあるんだけどもう結果は最初から分かってる投票しても無駄だというそういう国もある中で日本というのは本当に私たちが投票することによって政治を動かすことができるこれは世界の中で実は少数派になりつつあるとっても幸せなことだと思うんですね。18歳になったらそういうことができるんだというそのこう幸せさを忘れているんじゃないか。 せっかくのその権利をこう捨てている人がいるってことはとっても残念だな,なことだなっていうふうに思ってますそしてよく衆議院選挙を期末試験に例えると参議院選挙は中間選挙なのかなってこういう気もするんですねいわゆる衆議院では政権選択選挙ですけどその途中の段階でちょっと待てよと今の政治はどうなんだということを与党野党それぞれに対して私たちがあの点数をつけることができる さあ、単位を与えていい政権なのか、あるいは落第なのか、あるいは野党は合格点に達しているのかどうかということを、私たちが決めることができる。そんな権利が与えられているのに、投票に行かないのは、とってももったいないなって思うんですね。そして、あ、投票に行ったからこそ、この番組が面白く見られるなと、ぜひそうしたいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。 じゃ続いて記者の皆様からの質問に移らせていただきますで本日はリモートでご参加の方もいらっしゃいます事前に質問をいただいているのでそちらからご紹介させていただきます鈴木福さんへの質問です、はい、18歳を迎えられ選挙に対する意識に変化はありましたかまた池上彰の選挙特番に対するイメージ魅力をどこに感じているかお聞かせくださいはい そうですねあの選挙に関しての意識っていう部分でいうとやっぱり去年までの部分意識はあのやってるなぐらい正直な話 <laughs> まやっているなここの政党がどうだっていう話をニュースで目にしてあそうなんだなとしか思っていなかった部分であったんですけど実際にやっぱりあの投票するあの立場になってみると本当にしっかりと。 あの隅から隅まで見ないといけないんだなというのを改めて感じています。なので、そこを今からでもあの10日までの間に投票するまでの間にもしっかり勉強してやっていきたいなと思っています。で、池上さんの番組に関しては、あのこれも本当に正直な話を言うと、去年まではあやってるな。<laughs> 今年もやっているなとあ池上さんがやってらっしゃるなという、まあ、いろんなね局であの選挙の開票情報とかがやっている部分での中の,あの池上さんのところっていう部分だったので、まあ、池上さんの、ね、番組っていうとやっぱり分かりやすくあのすごく同じ目線に立って教えていただけるっていう部分があると思うのでそこがすごく魅力的だとは思うんですけどあの今年からは。 自分も、ね、中に入らせていただけるということであのすごく間近でねあの教えていただけるのが楽しみだなと思っています。はい、こんな感じでで大丈夫ですかやってるなーっていう言い方してますけど要するにでも、まあ、実際それが実態だと思うので、はい、そこをあの僕自身も、はい、あのなるべくあの見ていたしっかり見ていただけるように。 僕も頑張りたいなと思ってます、こういうふうに正直に喋らせてしまうんですよね。<laughs> で、期日前投票に行くの、当日投票に行くの、どっち?。期日前の、に行くと思います。あ、そうなんだ。多分わかりました。はいはい。池上さんは結構当日行かれますよね。ね当日行きますね。期日前投票はなく、当日。あのまあ、あの午前中、に行くわけですよ。そうすると、投票所に、どのくらいの人が並んでるのかね、はい、とかね。うん 以前あの、政権交代が起きたときにはもう入りきらないくらいの大勢の人がいたり<ー>で、えー、そうじゃないときにはあらだいぶ少ないなとか<ー>やっぱりね、えー、は肌身ってわかるんです、で、投票するとですね、必ずあの立ち会人の人がですね、今日何時からですかってあ<ー> <laughs> で必ずあ7チャンネルで8時前からやりますからっていうと立ち会人の人があの8時まで仕事なんで8時過ぎてから見に行きますからってこう言われてるんですけどです、ね、はど、い、あ あの投票所の関係者の方もご覧いただいてるんだなと思いますねいつもありがとうございます <laughs> ありがとうございますじゃあ続いて会場にいらっしゃる記者の皆様からのご質問をお受けします池上さんにお伺いしたいんですけれども先ほどあの池上さんと門谷さんからもお話があったようにあの今年は事前の報道も特に力を入れられるということであの 一方で、あの当日に池上さんが披露されるあのいわゆる池上無双みたいなものっていろいろな縛りがあって、なかなか開票が始まるまではやりにくいところがあると思うんですね。そのあたり気になっている視聴者の方もいらっしゃるのかなと思うので、うん、あのそのあたりの仕組みといいますか、はい、あのご説明いただいてもよろしいでしょうか。そうですね。やはりこう日曜日の夜8時に。 投票が締め切られてから言えることっていうのはあるしその前になかなか言えないということはもちろんあるわけですよね。その中でじゃあどれだけ何が言えるのかということとやはり特に若い人にご覧いただきたいのでそもそも参議院って衆議院とどう違うんだろうかとかあるいはそもそもこう候補者をあるいは投票のしか仕組みっていうのはどうなっているのかということそれをこう、まあ、事前に皆さん方にこうしっかりと理解していただいて。 それを参考にして投票に行ってもらうという、そういうことをあのやろうとしています、あの収録まだこれからなんで、えー、そのところ、これから工夫しながらやっていければなと思っています。すいません、池上さんにお伺いしたいんですけど、先ほど沖縄ロケに行かれたというお話も出ていましたが、そちらのロケの見どころであったり、多分内容というのは少し、えー、っと難しいのかなと思うので、ぜひ、見どころというところをお話しいただければと思います。 本当はゆっくり沖縄行ければよかったんですけどね <laughs> 日帰り取材ですもちろん沖縄が抱えている問題というのもあるんですけれどそれ以外の部分でこん今回の選挙でですねいろいろ注目されているあの項目というのはありますよね、その中のある1つの項目についてあそうかというのがちょっと分かっていただけるようなこと。 本当はもう少し言いたいんだけどね。<laughs> 言いたいんですけど、やっぱり。なのでちょっと、この程度で、勘弁してください、はい。鈴木さんにお伺いしたいことがあります。はい、初めてのその選挙権を、まあ、使う機会になると思うんですけれども。今、どんなお気持ちですか。うん、そうですね。まあ、実際にその投票して。えー、っていう流れ自体は、まあ、中学だったりね、高校だと。 あの生徒会選挙もあったりで,で僕の学校自体は自治体から実際に投票箱を借りてきて同じような形ででやるっていうことをしていいうをしたんですなのであのそこまで抵抗だったりとか分からないところっていう部分まあもちろんあの行ってあの書類を出したりとかそういう部分であの渡したりっていう部分はあの学校の時はなかったのであれなんですけどまただね両親ももともとずっと は行く時は家族で行くと思うので両親にいろいろ教えてもらいながら行けたらなと思ってますまた池上さんにお伺いしたいんですけれども投開票前の放送,内、えー、と放送できる内容と投開票後の、えー、といわゆる「池上無双」と呼ばれるあの鋭いコメントいろいろ。 なぜそこであのできる、できないという線引きがされているのかどういう内容は投開票後に言えなくて投開票後に言えるのかっていうところその線引きが多分分かっていない視聴者の方もおられると思うのであのどのようにそれがされているのかっていうのをあの池上さんの言葉でご説明いただけると助かるんですけれどもままししすすみませんよろしくお願いします、はい、それでいうとですね実際にこう、まあ、あの投票が締め切られるとですねその中でも、まあ、特にあの。 必ずまあ当選する人とかねあるいは躍進する政党っていうのが分かっていれば当然その政党に関してはなぜ躍進したのかとかあるいはある候補者についてはなあの何で出たのってこうやるとですね選挙中はこうそれぞれ政党要件を満たした政党をそれぞれそれなりに紹介しなければいけないだけど投票が終わっちゃうとですね、えー、扱わない政党って出てくるんですよね。うん まだ当選者がいなかったりするというとそこは扱わなくてもいいよねっていうことになるとそこの部分ですよねだから投票が終わったからそうやって取捨選択ができるけどその前はやっぱり一応あの出てる政党をみんなある程度こう平等公平に扱わなければいけないそこの違いがあるんだろうと思います。ももうう締め切らられたた後ななななんですからかりり厳ししい質問をしたり結果的にににああるるる候補者やある政党に不利になるような 言いたくないようなことをあえて聞くこともあの投票が締め切られたあとだからできるなというところそこの部分のこう、まあえー、仕分けというのが難しいところですけど、えー、そこをいつも苦労しているということですね。 鈴木さんにもう一問お願いしたいんですがこの番組のテーマにもなっているあの若者の投票率の低迷という問題があると思うんですけども、はい、あの先ほど SNS でこう意見を聞きたいというお話もされてましたけどもご自身はどういうふうにその問題を見ていて投票率を上げるためにはどんなこととができると思いますかうん、まあ、それはすごく難しい質問ですしいろいろな、ね、ことがあるとは思うんですけど。 僕の周りで見ていて思うのは投票しなくても今までで生きてきてた中しうまくいってた部分っていうのを小さな頃からその17歳までの間感じているからこそ自分が投票したところでって思ってしまう部分っていうのがあるのではないかなということとあと実際にその選挙に行って。 変わったっていう体験を目の前にしてないっていうのはすごく大きいと思っていて政権交代が起きたのって僕らが生まれてから間もない頃で、ね、あの特に今年18歳になる人間からすると本当に、まあ、記憶にない間よくわからないその政治に関しても全く関心がない間に起きていたことだったと思うので。 そうういった意味で言うと、まあうん、その政治への関心っていうのを持たなきゃいけない立場にないから投票してない人も多いのかなと思っていてでまあその若者がね投票しないから悪いっていうこと自体、まあ、悪いことではないというか、まあね、あの投票した方がいいに越したことはないですけど悪いっていうのではなくって、まあ、した方がいいメリットをより正確にあの。 お聞きしながら池上さんにもお聞きしながら僕もお伝えしながらっていうところでやっていきたいなとは思っていますでまあ番組内でもねそこどう思いますかっていう質問が多分今後出てくると思うのでそこも注目していただけたらだと思います。